安倍首相が信条をとろ、緊急事態宣言と現金給付で田原総一郎さんがブログにて10日に安倍首相に会ったと明らかにいたしましたそこで安倍首相がほとんどの閣僚が緊急事態宣言に反対していたそこでこれは平時ではなく有事、戦時下であると説明し宣言を出した実は私自身第3次世界大戦は おそらく核戦争になるであろうと考えていた。だがこのコロナウイルス拡大こそ第3次世界大戦であると認識しているさらに現金給付について実は戦後日本では地方自治体が主体性を持ち国から直接給付となれば独裁になってしまうだからできないのですしかしできる限り早く少なくとも5月中には給付したい 一回きりりではありませんそれは回数を重ねることは十分考えられる。えさらに自粛要請を守らない国民についてこういう時に罰則規定を設けないのが戦後日本の体制である。それをやると圧政ということになると主張されておられますが、まあ、この罰則については国民が望むのであれば。 検討するという発言もですね、政府側から出てきておりますけども、この COVID-19、日本だけではなくて、世界中で感染が拡大し、多くの方が亡くなってしまっております。そういった中で、本来は人類共通の敵である感染症に対し、 世界中の国々が一丸となって対処しなければいけないはずなんですが残念ながら中国政府とロシア政府が COVID-19 を悪用して世界をパニックに陥れようとフェイクニュース、プロパガンダを垂れ流し続けているという問題がございます実情中国やロシア政府は この COVID-19 を武器のように扱ってしまっておりますので、日本政府には国内における COVID-19 の感染拡大が落ち着いた後に、このような COVID-19 の悪用を続けている中国政府やロシア政府に対し、アメリカなどと協力をし、しっかりと制裁を科し、このような問題が二度と、 起きないような体制を整えていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました